どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。カチャコバロを振り回す能登半島のカウボーイ、さやです。なんもわかんなかった今。能登半島行ったことない。能登半島行ったこともないし、カチョカバロ振り回してるカウボーイって なんなんもう。はい、カチョカバロに関しては皆さん、はい、この辺をこうご参照くださいね。何も載ってないから、ここに書いてあります。書いてねえから別に何も概要欄にも。ということで今回ですね、こちらでございます。何て書いてあるでしょうか。せーの、お米が炊けました。バッドエンド、エンディング13、炊きたて。いいじゃん。考えうる限り最高の結末じゃん、炊きたてのご飯って。一体何が、ね、何が嫌だ、何が炊けたんだ。そう、何のストーリーを辿っていくと、うんね、これがバッドエンドになってしまうんだ。う、はい、ということで今回こちら、リバース。一体何をリバースするのか、ね、リバースするといえばね、いろいろあると思うんですけど、はい、うん、いやちょっとこれは実はね、僕はちょっとぐぬぬと思ってるわけですよ。ぬぬぐ、はい、なぜかと言いますと、はい、今回やっていく企画はこちら。海外で売り切れ続出のリバースカラーリングブックチャレンジ。気持ち悪い。あの海外で売り切れ続出のですね、突然流行ったものがあって、はい、こちら、はい、でんでん、なんかおしゃれな表紙ですよ、はい、こちらね、リバースカラーリングブックって言いまして、はい、この本の中には、はい、もう色が塗られてます、あなたはペン入れをしてください。おお、つまりリバースカラーリングブックっていうのは塗り絵帳の逆っていうんですね。逆ね。で、夏目さんち、はい、こんな動画やったことありますね。はい、まさにすごいやつだ。やってた。これ僕書いてましたね、タイトル、お互いの色塗りを交換して線画、逆光絵描き対決って書いてました。おお、まさにリバース。確かにね。ね、タイトル的にも結構似通った名前をつけてるんですけど、うん、当時のゲンさんは、はい、適当な線から絵描くとかはあるけど、あ、うん、適当な塗りから描くってあんまないんじゃないと思って、あの、ね、ピカンつってすごいね、うん、あのウキウキで僕この企画やったんですよ。2021年1月でした。当時ゲンさん5歳ですね、はい、なんで今何歳。すごいね、時逆行してんの。ベンジャミン、ゲンジャミン、ゲンジャミンバトンしてんの。逆行はしてねえな別に。、はい、これが実はね、2冊目なのかな、これが。今ね、なんか3冊ぐらいこのシリーズ出てるみたいなんですけど、はい、1冊目が出たのが実はね、2021年の8月なんですよね。お、じゃあゲンちゃん、ゲンちゃんその瞬間にこの本を作ればこの本より先にも作れたんだ。あー、バズれなかった海外で。即行動ですよ、ね、そう、思い立ったら即行動、うん、YouTube でウェーイ楽しいって言ってやってる間にね、ここまでしないと。今回あまりにも悔しいので輸入してやろうと思ったらマジで売り切れてて、あの輸入したんですけどこれ、うん、結構かかった。いやー、なんかそう、ゲンさんがなんか、うん、来ない来ないぞって。いや、そうなんですよ。え、でもね、このね、表紙の感じだとこう、はい、水彩をがこう書いてあった上にこう書いてるから、そうだから水彩で塗った感じ、うん、同じこと言う人になったらいい。ということで早速やっていこうと思いまリバース。思いまリバース。あ、こういう感じだ。お、すごい綺麗だね。ね、めちゃめちゃ綺麗。水彩でこう思うがままに描いてみたこの模様たちに対して絵にしてくれと、っていうことですよ。めっちゃかっこいいな、これやりてえけど、ちょっとなんかあまりにもかっこいいな。ミニトマトみたい、うん、急に嫌になってきた。お、なんかいい感じになりそう。これはちょっと想像力が。ちょっと僕これ選んでいいですか。あ、どうぞどうぞ。切っていい。え、もう本当に書いちゃっていい。もうコピー取ったらきっと何回も遊べるやつなんだけど、うんうん、書いちゃっていい。別に最後なんで痛いよ。いや、あ、すっきりした。あ、よかったんだ。よかったんだ。別に拷問みたいな感じじゃなかった。あ、さやぴちゃんこれにしよう。お、じゃん、なんか面白くない。めっちゃおもろい、ね、もう僕なんか今うさかないに見えちゃった。もう確かにこれ全部こうやってつけてね、脳がバグってる。でもまあそれでもいいって。まあまあそうだね、いくらでも今僕はそう見えちゃったわけですから ね。じゃあとりあえずまず、うん、お試し遊びなので、はい、あれちょっとおごぼが見つからないので、これでおごぼどこ行った、はい、皆さんこれで代用していただいて。何これって、何したらいい。おごぼの代わり、ピッ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 
ボン、不備しか見えちゃう5秒も数えらんねこいつ。でもこれ今回さ色塗りしないわけだもんね。え、そうだよ、ここにペン入れをしたり肉付けをしたりするだけだ、うん、そうそうそう、はいはいはい、じゃあこれはちょっと15分でお試し、はい、決めちゃいますか。ちょっと面白いな。でもこれ気楽だなやっぱね、すごい楽しい。もうわかる、なんかただただ線を引いてるだけでいいって、そんななんて楽しいことか。そういうコツ。今全くうまい絵を描こうとなど思っていない、今この瞬間を楽しもうとしている。そんなあなたに熱々のお汁粉を頭から注いであげましょう。なんで地獄にどうしてこんな楽しそうな人に地獄を見せようとするの、かわいそうじゃん。お汁粉ってとこが味噌。熱いよ、お汁粉なのに味噌。うるせえ。はい、ということで完成しました。まずはリバースカラーリングブック、はい、初チャレンジ、せーの、ドン。いや、なんかすごいいい感じで、かっこいいよ。なんかアーティスティックな感じ、すごい。なんかちゃんとコラボしましたっていう感じする。僕何もわかんないんだよこれ。俺何なんだろうって思いながら使えた。なんかね、もっと本当は顔でかく描くつもりだったんだけど、ケンさん違うよ。この模様はこの見たい人の解釈に委ねます。そこの延長線に君は今まだいるってことだ。そういうこと。この絵を見たい人がこの絵に意味をつけるの。あ、釈然としてないスーってめっちゃ息、なんかすごいめっちゃ息吸った。なんかね、いや、いいと思うよ。でもでもこれはちなみに宇宙船です。あ、ちなみに今後宇宙人なんで乗せていただいてもよろしいですか。ちょっとやめてください。乗っかってこないでください。不法登場。あ、ここに乗ってるんだこの子が。あ、そう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 。この子は何の。え、この子スライムちゃんだよ。スライムなんだ。そう、レインボースライムちゃん。はいはいはい、レインボースライムがいろんな形になってるタイプ。あ、そうそう、これね、後ろ髪の毛なの、はいはいはい、後ろピョン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 。確かに確かに。てかもうスライムだからこれ結構スケスケなのこれ、うんうんうん、え、じゃこれ服はどうなってんの。いや、服っていうか服の形に変化してるだけだから、うん、あ、なるほどね。そうそうそう。え、じゃあわざわざ出してんだ。そう、だからここに段差があるだけで、うん、あ、そうなんだ。別に意味ない。あ、意味ないんだ。別にここになんか名称なんかありました。なんて言うんですか、ここの間のこと。ここ私ここ段差だと思ってた。段差ね、うん、ロマンのねえやつだな。で、なんかこう、はいはいはい、頭になんか地球型のなんかでっかいなんか機械みたいな、これもプルプル機械になってて、はいはい、で、なんかお供の、はい、あの変な変な生き物、変な生き物が確かになんかいたわ、ここ。なるほどね。これもう一回考えたら、これ何なんだろうね。いや、もうこれは解釈は、うん、君たちにかかっているすぎるよなこれ。宇宙船がこう謎の山に来て、この山は何かこう謎のコアを放出していて、そのコアは何かをかたどっていて、はい、っていうのを目撃している小さい宇宙船ですね。今まさにここで何かが作られようとしている。ここ何か起きてるのかもね。おー、ここさ、よく見ると鴨の橋見えない。確かに可愛い。可愛くない。しかもちょっと目キュルキュルじゃない。そう、あ、可愛い。可愛いじゃん。急にすごい壮大な話だったね、うん、ここ鴨の話に見えないになっちゃった。あ、ほら、急に可愛い。やったじゃん、題名がついたじゃん。出た、本体は鴨の話。私タイトルっぽい、めっちゃ。さあ、ということでですね、こちらのリバースカラーリングブックやったんですけれども、はい、まあ、もうちょっとね、意味の分かるようなものも生み出せると思うんですが、うん、先に色が塗ってあるのはいいと思うんです、うんうん、これってこれに関してはさ、うんうん、この辺なんかもうさ、あ、もう自由に描いて、ね、自由に描いてホイホイって感じじゃないですか、うんうん、じゃないね、明確に指定をされていたら、あー、うんうんうん、正解が書けるのではないかということなんですが、はい、はい、この後やっていくチャレンジ、はい、先にキャラクターの色だけ塗ってたらどうなるのっていうことでございます。もう何でもいいよって言われてる世界から、やっぱりね、こうね、いざやってみると本当に何でもいいわけじゃない、うんうん、その発想を応用して、うんうん、さらにキャラクターに当てはめたらどうなるのかと。あー、じゃあやってみたいなと思いまして、はい、今回案件でございます。ぶち込んでるぜ。はい、まあ、何かと言いますとですね、はい、あの、僕たちよくやってますよ、1ミリも知らないキャラとか。いや、そうですね、もう数々のね、挑戦してきました。あの、はい、情報を教えてもらいましたとかさ、ね、声を聞かせていただきましたとか、そう、数々やってきたんだけど、はい、数々失敗してきました。いや、もういい、でもかすったことは何度もかすってはいるけどね。いや、もう本当よ、うん、でもやっぱりドンピシャ正解ってしたことないなって思って、したい。僕たち、うん、今まで自分の力を過信していましたよ。いや、もう本当よ、何ができると、一ミリも知らないで書けるわけないじゃん。やばい、4年目、ミリシラ始めて4年目にして気づいた。すごいこと言い始めた。今回名前とキャラクターの色
塗ってもらいます。じゃあもう色もシルエットも分かった状態だったら、分かった状態でお前らできないわけないよ、ね、まさかえそこまでやられといて正解できないともう逃げられない、もう今度こそ逃げられない、やばい、やっていきたいと思います。怖いよ。今回ディスライトというゲームの案件です。はい、知りません。なぜなら出たばっかだからです。それでは早速ディスライトでミリシラお絵描きリバースカラーリングブックリバース、はい、やっていきたいと思います。今回ですね、その塗り絵を用意した人物がおります。はい、うちのベベ画伯でございます。はい、ベベ画伯がね、はい、今回水彩絵の具に初挑戦、初チャレンジ、うん、ベベ画伯といえばこんな絵を普段描いてるね、うちのスタッフなんですけども、はい、彼にこのゲームのキャラクターたちを適当にピックアップして、うん、適当に色を塗ってくれと、はい、はい、言いました。はい、やる気満々でね。誰がだからピックアップされたか知らないし、うん、そうです、僕たちも知らないし、うん、まずゲームのキャラクターもまだね、はい、見てないんですよ。なのでここから本当に復元することができるのか、ちゃんとだからどういう補正がかかっているのかも見抜かなきゃいけないってことですが、あ、そういうこともね、はい、うんうんうん、じゃあまずはキャラクター見ていきましょう、はい、ベベがキャラクターの名前をカードに書いてくれたのを、はい、さやさんが裏面に落書きしました、うん、なんかね、はい、こちらでございます。どのゲンさんがいいですか、ね、なんでなんでなんでちょっと今回こんななんかさ全員ちょっと腹立つゲンさん、なんで全身なんだよいつも顔だけだからちょっと寂しいかなと思って、はいはい、なんかいいね、うん、ちなみにあのこのポーズはね、うちの妹がバレエやってた時に撮った写真と同じポーズにしてみました。確かにバレエやってそうだ、はい、トゥーシューズ履いてる感じあるもんね。これ妹にバレたらめちゃめちゃ怒られますじゃあ僕はこのトゥンティアにこっから行く、じゃあそれにしますか。トゥーゲンさんから、トゥーゲンさん、うん、バレエゲンさん、バレエゲンさん、うん、じゃあこのさやさん勇ましい、はい、惜しい原作ですね。すごいなんか羽を広げちゃって、ね、バサリとね、過去あったんですね、羽が羽生えてましたよ、紀元前は紀元前は、はい、いきましょう、はい、せーの、ドン、リーリン、チャイニーですよね、結構なんかそんな感じです ね、うん、ドン、DJ ねね、DJ 超ヒントじゃないこれ、確かに DJ ってキュ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 ってやつだよね。洗剤の CM じゃない。じゃちょっといただいている絵を見ましょう。じゃあリーリンと、はい、DJ ねね、ねね、せーの、え結構、え結構いけそうなんだけどこれ、いやなんか、えうまくない、どうしたベベむしろこれさ、分からなかったらまずくね、うん、えそう、そのレベルじゃない、だってこれ足の、足ってどう見ても足じゃない、え、うまくない、いいえまず1回戦目、はい、みんなもちょっと考えてみましょうね、うんうん、リーリンと DJ ねね、はい、DJ, ね、 DJ だよ、でも DJ だよな、えでもなんかスクラッチしてる感じない、あ、キュ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 っていうなんか、ワンチャン土星の可能性もある、ワンチャン、じゃあ行きましょうか、20分で行きましょう、はい、よーい、スタート。どう見てもここが顔なんだよね。いやでもここ前髪でしょ。うん、私 DJ で何する人か知らないんだよね、わかる、確かになんか明確に DJ ってさ、でもフロアを沸かす人バカみたいな、本当フロアを沸かす人ってこれはでもさ、オスだよな、絶対オスだと思う、いやわかんないよ、ヒゲが生えてんのかな、セクシーすぎだとしたら上ラじゃないこれ、わかんない、ベベの解釈力をまず想定するっていうとこから始まるの、ね、あー確かにね、一応なんかね、うん、ちゃんと見て書きましたっつって、おー、うん、見ながら書いたからうろ覚えとかで書いてるわけじゃない、とっても大事じゃん、そう、いいことしてる、うん、いいことしてる、え、これ待って、うさ耳とかある、あーわかんない、その説はあるよな、え、DJ にわからんよな、どこまで、かわいいね、結構でもかわいいよね、うん、でもさ、このゲームがね、どういうゲームなのかまだ僕らは何も知らないんだよ ね、 だよね、でも DJ がいるってことは確実に牧場経営のゲームではない気がするな、うん、なんだと思ってんの、ディスライトってゲームですからね、牧場経営したってやろ、ディスライト牧場経営シミュレーションとは言わんやろ絶対にいろんな人から夏目さんちが好きっていうことと、あとまあさやが大好きな AFK アリーナ、あーはい、そう、そこを作っている会社だという情報はね、事前にいただいてて、あ、なるほどねっていうことで、実際どうなんでしょう、終わった後のベベのあの感じを思い出すんだ、もっとできたかもしれないっていう、あ、後悔はあった、そう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 、なんかやっぱすごいな、なんか難しかった、本当に難しかったって、すごくいい経験だった本当にベベかなそれ別人みたいになってる修学旅行で思いがけないところで思いがけない刺激を受けたヤンキーみたいになってる価値観変えられちゃってもじゃ
まずは1回戦目ですよ。僕リーリンと DJ ネネです。はい、行きましょう。はい、せーの、ドン。おお、ほう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 。いやでもなんかわかる。いそう。なんかそう。どうですかね。でも D なんか DJ 感ってなんだろうと思って、なんかヘッドホン出して。はいはいはい、ああ、なるほどね。ヘッドソン、ヘッドソン。ヘッドソン。ヘッドホンね。うん、でこっちがなんかキュッ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 する用の手袋みたいな。はいはいはい、手袋ね。デカ手袋みたいなのつけてて。はい、こいつは。土星だけど。土星持ってしまうこいつ。あ、違う、これミラーボールだ、あれが、これミラーボール、あ、なるほど、相棒みたいな、はいはいはい、でミラーボール、うん、ほらミって泣いてるじゃん。ミラーボールってミって泣く。かわいいけど、だからこの子がチョイスした音楽がこの子から出てくる。なるほどね、そうそうそう、かわいいかわいい。はい、ゲンさんの方超イケオジなんだけど。そうなの、ちょっと枠に入れてあげるね。イケオジ枠に入れてあげるね。そのおじはいらない。そのおじさんいらない。リーリンです。はい、めっちゃかっこいい。どう、なんか、うん、こいつ空飛んでんじゃねえかなと思って。これ天狗みたいな感じで、足がちょっと鳥っぽくなってて、うん、で両手がちょっとね、多分ね、あんまりないのよ。両手を使わないようなキャラだと思う。で代わりに、そう、代わりに周りにこのなんだかわからんけど宝具みたいなやつっていうか、あー、それは周りの手がこのランスを持ってこいつの代わりに振り回してくれるみたいな。でもなんかさ、世界観全然違うくなっちゃう、ね、いや、そうなんだよね。こっちめっちゃなんかさ、ね、中国ファンタジーみたいな感じじゃない。そうそう、だからこういう宝具っていうのに、ほら、こういう感じ。もう後ろにこういう山あってほしい。あー、かっこいい。どう、天狗か仙人かっていうイメージで。渋い平田さんでしょ。はい、ということで1回戦目リーリンと、はい、DJ ネネでございました、はい、じゃあ次行きましょう。はい、このゲームの世界観を知りたい。ね、これちょっと楽しみ。うん、さあ、これうさ耳じゃなかったらさ、この後のゲーム実況、あ、もちろんこの後ゲームもやらせていただくんですけど、はい、全部ちょっとぴょんね。わかった、ぴょん。うん、いいね、まだ自分やらせていただきます、ぴょん。ノリノリじゃねえ。罰ゲームならんのよ。はい、2回戦目のゲンさんはどれ。じゃあ、このなんか優雅なゲン。はい、じゃあこれでいきましょう。せいさんはじゃあ溜め込んでる。あ、いきますか。じゃあこれでね、いきましょう。せーの、ドン。トーシュン。え、なんか待って、さっきから僕さ、中国じゃない？中国人っぽい感じ。なんか中国系のキャラの名前じゃない？うん、私小春だよ。日本じゃない？日本じゃない？トーシュンと小春、これみたいです。せーの、ドン。いや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 、え、なんか私めっちゃ好きそうな気がするんだけど。なんかさや好きそうなフォルムしてない？これ絶対女の子でしょ。え、絶対女の子でした。スカートじゃないこれ？そうそうそう。え、すごく、え、これ上手くないべ？そうそう、べ、上手くない。ノートを出してる感じがいい。はい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 、これもうやってみますか、じゃあ。はい、よーい、スタート。え、なんかすごいよ。だってなんかもう風感じるもん。なんかもう こっちからこう吹いてるし、これは結構さやさん優しいんじゃないですか。これ当たっちゃうかもしれん。三連単？なんで俺馬券買った今。そんな夏目さじ見たくなくない？俺当たっちゃうかもしれん、三連単って言ってる。ゲンさん違くない？それ解釈違いじゃない？ちょっと一周回って見てみたいね。絶対でもこのシルエットは持ってる気がするんだよな。バカメイドちゃんっぽい感じ。メイドなんだそれ。パッと見た時ミコに見えたわ。え、メイドちゃんかと思った。赤メイドだと思った。あ、どっちなんだろうね。この赤はご主人様の血。小春ちゃんだから。え、ご主人様何してきた。何しちゃったんでしょうかね。はい、ということで、2回戦目トーシュンと小春、せーの、じゃん。かわいいね、かわいい。闇夜に惑いし極悪小春、灼熱の傘を用いてただいま剣山。いいのよ、一番最初のホームページに書いてある再生マークを押した時のセリフ読まなくて。はい、小春ちゃん顔の位置と肩っぽい位置がなんかずれてたから、ここ襟なんじゃないかなという気持ちを持って。確かに。なんか待って今気づいたんだけどさ、この灰色入ってない？灰色入ってるね、それね。なんかやってるね。これなんか灰色が入ってる。羽？いや、分からん。え、待って、今気づいたんだけど。時は戻れ。え、でも可愛い。はい。いいですね、いいですね。小春ちゃん。なるほど、小春ちゃんね。ね、じゃあこれは私が持ち帰る。なんなんね。どう。いや、めっちゃいい。めっちゃいい。ここのさ、ピンポイントだ、ティンティン。うん。これ外してたら、うん、特に何のリスクも負いたくないんだけど。次の動画から一人称ボクチンね。どうにか今回で収まる。空ってないそれ。空おかしいだろ。今日の動画空ってない。一度で終わらせてくれ、罰ゲーム。いや、かっこいい。めっちゃ。めちゃめちゃかっこいい。じゃあさやみたいにちょっと当てていい？うん、セリフ。はい、聖天大聖孫悟空ここに来るんだ。わあ、いいそうだね。
悟空なんですか。悟空じゃない、やば。後ろのフライドポテトとか最初言ってなんかごちごちしてたんだけど、うん、こっち自分で書いた時にふって思ったんだけど、うんうん、悟空だよ。いや分かんないけどなんとなく、はい、そうこいつらちょっと同じ世界観なんじゃない。いやでも世界観的にはめっちゃいい。名前はリーリンとトーシュンだから、うん、なんかほら、いやめっちゃかっこいい。スチームパンク最有機みたいな感じになってたらかっこいい。いやもう私が 3D プリンターだったら今症状を作ってた。私が 3D プリンターだった普通のプリンターでいいやん。症状なら作るトロフィー出せよ 3D プリンターなら。はい、いや、まあ、いいかっこいい、はい、でもやっぱりさちょっと世界観合わないんだよな。合わないね、うん。はい、じゃあ次行きましょう。最後です。ね、最後です。はい、じゃあの残されたのは2人のレーンさんですよ。どっちがいいですか？じゃあちょっとこのなんかハイってしてる。それハイじゃないね。これハイじゃないこれ。これはちゃんと決めポーズですよ。あ、そうなんだ。これ何言ってんのこれ。脇がかゆいとかも。なんで決めポーズにしたの？脇かけよじゃん。せめて伸ばせて。まあいいよいいよ。はい。うん、でこれでいきますか。はい。せーの、ドン。シェチュイ、やっぱり夏目さんちが好きそうって。え待って、これ来たんじゃない。千人系のゲームない。俺たちが来た。じゃあ行きましょう。はい、はい、メラニーとシェチュイ、せーのと。これでも膝っぽいけどね。なんかこれ膝の香りがするよね。膝の香りをするよね。なんかよく嗅ぐ香り、うん、よく嗅ぐえ待って、これ何それ何何これ。えでもちょっとさセクシーお姉さんじゃない。あー確かにね、その感じ、うんうんうん、あるよ。じゃあ最終戦いきます、はい、よーいスタート。えこれ手がギュイーンって伸びてんだけど、これベベ、あベベデッサン、ベベデッサンなのかこういうキャラなのかちょっと今判断しかねてる。でもこっちが割とねちゃんとしたところにあるんだよ。ごめんなさいベベさん、直していいですか場所。すみません、せっかく書いていただいたのに。これは膝ですね皆さん、ここ膝です。膝、綺麗な字ですねさやさん。ここ膝です皆さん。小学生みたいな。いやでもね、あの水彩画ってえちょっと待って、こここんなに滲んでっちゃうの、ちょっとどこ行っちゃうのってみたいな出来事がいっぱいあるわけですよ。いやそうだよね。そう、そういうだってアクシデンツもねちょっと考慮に入れてみたら、ここはもしかしてこの形じゃないかもっていうね。あり得るよね。そうそうそう。ツインテ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 来た。え怖い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 今自分でも怖かった今。もう怖かった、夢に、ね、僕も怖かった今ね、びっくりしちゃった今。夢に出ちゃうかと思った。急にツインテに興奮し始めたおじさんだった。本当に怖かった。本当に今ホラーだった今。夜道で聞いたら多分ツインテツインテツインテこれ絶対夜道で流したよね。来ないでほしい、絶対来ないでほしい、怖すぎる怖すぎる。何この後ろのオーラ、何それ、モニョモニョしてるよ、ね、モニョモニョしすぎ。これは生物兵器系男子だと見たな。はいはいはい、なるほどね。幼き頃からこう戦うされている悲しき兵士よ。後ろなんじゃ、お友達のヘビさんじゃない。えヘビさん、ヘビさんかもよ。メデューサ、メデューサ、目が合うと恋に落ちるやつ。恋落ちるっけそんな可愛いキャラだったっけメデューサ。ゲイさんのこと救っちゃった。えお、あるよ自分今なんかやっちゃいました。見せよねえゲイさん見て、何で横から見てこの赤いとこキスさんに見える。だから何さやさんマジ正解かもしれん。え、嘘、俺見つけちゃったんだけど見て、ここどう見てもヘビさんじゃない。あ、ほんとだ、お顔がついてる、かわいい、顔つけてる、かわいい顔つけてる、かわいいヘビさんだ。絶対これヘビさんやない。さあ、ということで最終戦でございます。はい、メラニーとシェチュイです。せーの、ドン。はい、どう。え、でもなんかまた世界観全然違うけど。いやそうだけど、なんか超セクシー系ね。めっちゃセクシー、うん、え、でもめっちゃ可愛い、結構良くない。うん、すごい一番自信あるかも。さやがヘビって言ったらヘビに見えてきたからさ、うん、メデューサにしてみたんだけどさ。メデューサ、でもここにいたやつがね、マジでこの一人顔いたのに超可愛い。そういうことだっけ、なんか顔 NHK じゃない、そう急にねすげえ可愛いんだけど。わかった、こうマスク下ろして見たら石になるからマスクしてるとか、で片方下ろしてるみたいな。おー、うんうんうん、なんかさ謎の顔のところにこういうさ斜めがあったから、うん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 、なんだろうなと思ったんだけど。いやかっこいい、めっちゃ可愛い。今回ごめんなさい、あのどうしてもこの子の立ってるラインに合わせたかったんで、ちょベベが描いてくれたとこちょっと潰しましたここで、ね、はい。あでもいやこうさやさんのこの子はもう完全に少年兵ですよ。少年兵だね、なんかブリキ感あるね、うん、ちょっと。あそうそう、もうなんかもうこの昔から戦うことで経験を立ててきて、でも確かになんかこの血のついてる感じとかさ、赤い感じがなんか西洋感もあって、なんか魔導士感もあるみたいな。あそう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 、うん、この武器がちょっとよく筆
え、どうなんだろうこれ。こいつで切り裂いたやつの血でお前の絵を描いてやろうってやつかもしれない。すげえ、浮かれた芸術家タイプ。いや、なるほどなるほど。はい、いやこれ、はい、どうなんですかね。どうなんですかね。なんか大串叩いた割には全然自信ないんだけど、うん、まあみんなもうね、初めてじゃない人はもうまたかって思ってると思います。はい、はい、もうそうです。まずめさん家が大外れする様は皆さんご覧ください。それでは答え合わせやっていきたいと思います。じゃあまず1回戦目、リーリン。はい、ゲンさんが書いたこの池王子は存在するんでしょうか、はい、せーの、ドン。え、うん、結構合ってない。あ、イケメン。あ、全然ヒゲはない。でもすごくない、髪型合ってるし。髪型バッサーは合っていて、あ、でなんかまあなんか槍みたいな、ああリングから腕出てる。リングから腕出るも合ってるね、4本もある。あ、手は後ろか。手がないんじゃなくて後ろ組んでたのねこれね。で向きが違うだけだった、はいはいはい、うわかっこよ、かっこよ、これこうそういうことためたな。DJ ねねです。じゃあこの土星は本当に存在するんでしょうか、はい、いきます、せーの、土星。え、かわいい。え、土星じゃね、土星じゃね、あ、いや土星じゃない、 UFO だ。え、かわいい、かわいい。あ、でも全然めちゃめちゃセクシー系だ。これウサ耳じゃなくてヘッドホンみたいな感じだ。ヘッドホンみたいな感じだ。ヘッドホンが後ろ側にキョンって上がってるみたいな。ね、え、ギラギラ、かわいい。見て見て、なんかこれついたやついる。ビリ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 ペコーンってやる。こっちに行く職者だったんだ。こっちだった。そういうことね。さやさん、この後実況の時ずっとピョンになりましたけど大丈夫ですか。大丈夫、ピョン。今はいいです。ちょっとややこしいんで。いきぴょん。もういいいいいい。結果発表だるくなっちゃうから。じゃぴょん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 。語尾だっつってんの。いやでもいいいいいい。いやでも幸先はいいかもしれない。ね。じゃ次。はい、次です。はい。じゃあさやさんの方からいきますか。ね、じゃあ小春ちゃんはメイドさんだったのでしょうか。はい、行きましょう。はい。せーの、ドン。メイドさん？いや、いや、でもなんかちょっとさ、え、でも巫女さん入ってるね。でも確かにここフリル入ってるね。あながちなんかメイドっぽい空気も出しつつ、確かに巫女さんも混ざりつつみたいな。後半に気づいて絶望してしまった。ここは振り袖だったんだね、はいはいはい、あ、風で舞ってる振り袖だったんだ。うん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 、かわいい、かわいい、めちゃめちゃちょっと可愛くない、すんげえ可愛い。じゃ次、トウシュン。トウシュンいきます。はい、ゲンさんのトウシュンは果たして、はい、せーの、めっちゃ好き。顔めっちゃ好きじゃね。顔めっちゃ好きじゃね。え、顔めっちゃ好きじゃね。俺さやさん、この子じゃない。 KOMETTYASUKI。 顔めっちゃ好き。長っ。え、めっちゃ好き。え、しかもちゃんとスニーカーなのね。しかもなんかいろんなとこが長くて、しかもいろんなとこが三つ編みで、これ、あ、さやの、あ、さやの好きな短髪後ろだけ三つ編み男子じゃんこれ。あでもちょっと違うかも。確かに、でも元気系だもんね。うん、結構こうダウナー系なんだよね、うん、僕の書いた子は、ね、うん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 、そう、なんか気だるそうにさ、はいはいっていう、はいはい、今日も玉ねぎねみたいな感じもね。何の会話してんの。最後ですよ、はい、自信満々のゲンさん。先に注意から、注意からいきます、うん、話気少年編、はい、いきます、はい、せーの、ドン。あ、好き。ええどこの身じゃないそれ。待って、眉毛太くて、眉毛太くて下まつげで、男か男か女か分からなくて。分かるかなこれ、分かんなくない。でも内股だからな。いや分からんねこれ。でも分からないままでいてほしい。あ、そういうタイプかもね。世の中には解いていいなぞと解かなくてもいいなぞっていうのがあるんだよ。うるせえな。お前を君たちで絵を描くじゃなかった。ちなみにあのリス、リスこれです。なんかその肩についてる鎧の装飾みたいな感じか、ね、はんはんはん、かっこいい、かっこいい。でもなんか鬼だね。じゃあ最後、はい、じゃあゲンさんのメラニーちゃん、はい、メラニーちゃんどうなるのか。自信満々のゲンさんは果たして、いきます、はい、せーの、ドン。うわー、え、マジメデューサちゃんじゃない。あ、白髪なんだね。違うね、ここ首だったんじゃない。チョーカーみたいな部分が、はい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 、多分ちょっと滲んで黒くなってたんだ、うん、でもうちょい上に顔があって白髪で、多かったな、でもヘビ。いつもよりちょっと多めにヘビ、ね、なんかすごい細いのいっぱい描いてたから、かわいい、めちゃめちゃかわいい。この子バカ好きなんだけど、デザイン。でもやっぱりほら目見ないようにはしてんだ。確かに、ね、なんかね、なんか仮面をつけてね、うん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 、これは結構いきましたね。ねえ、いや、メデューサ当てたよ。コンビプレイよ。俺が答えを導き、お前がそれを形にする。これが夏目さんちだ。ここから光が出てた。さあ、ということでやってきましたが、うわ、いやでもめっちゃ楽しかった。いや、
これは楽しかったな。これちょっと新しいお絵描きじゃないね。プレッシャーがない、うん、君はこんな感じのを描けばいいんだよって言われてるから、うんうん、ただただ楽しいお絵描きだわ。え、これなんかさ、こうお友達とかでさ、はいはい、これ自分の推しをさ、うんうん、シルエットで描いといて、はいはい、キャラを知らない子にちょっと描いてみてよって。確かに確かに、やらせたい。いいね。っていうかもうさ、うん、さやさんドンピシャ説あるんだよなこのゲーム。やっぱり AFK にもいっぱい吸われてるのにまだまだ鈴木かニコ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 。ちょっとやっていきますか。はい、ではディスライト、ディスライト早速やっていきたいと思います。思います。さあということで早速ですね、ディスライトの世界に、はい、はい、やってまいりましたが、うん、めちゃおしゃな街やで、はい、近未来を舞台にしたスタイリッシュ都市神話 RPG と、うん、活気あふれるスタイリッシュな未来都市ジョレイト、そこにある日ですね、神の遺跡と呼ばれる謎の遺跡が現れるわけですよ。はい、でそこの神の遺跡から発せられた神の音、神の音、はい、今回ねですね、このゲーム音と神がすごいね、キーワードになってくるんですけど、はい、その音によって人々は異能に目覚めるものが現れるんですね。おお、それがさっき僕たちが書こうと頑張っていた神格者です。あー、じゃあすごい能力を持ち合わせてる子たちだね。その子たちがそれぞれの信念を胸に卑劣な争いを繰り広げていくっていう。あー、まあね、はい、みんな事情ってあるものね、個人それぞれね、うん、言わなくていいよ、ゲーさん無理しないで。その気遣いされるようなもんじゃないのよ。早速キャラから見ていこうかなということで、こちらさっきさやが書き損じてしまった小春ちゃんでございます。はい、あのもう勝手に極悪メイドにしましたよ、はい、私は。可愛い。こんな感じでめちゃくちゃ綺麗な 3D グラフィックですごい。くんですけどふわふわやで。あとね、さんの事前に収録前にちょっとプレイしてたんですけど、うん、任務かい？え？すぐに出発だ。なんと動いてる、喋ってる、はい、生きてる、この子が本物のトウシェン。めっちゃ好きそうじゃない、さやさん。え、やばすぎない？さやさんの性癖のトルコライスなんだけど、うん、トルコライス。ディスライトの世界って神格者に現れる能力っていうのが現実の神話に出てくる神様にちなんでるわけですよ。トウシェン、孫悟空なの。そこ合ってんのすごい。聖天大聖孫悟空とか言ってたけどさ、合ってたの。ズボンとスニーカーの間に隙間空いてない？隙間空いてるんだよね。え、やば。え、そこ空いてるのすごくない？もうここにプリン冷たいもんね。見てよ、迷惑だよ。かわいそうだな、どうしようか。この世に悪がある限り。悪だよ、それ。僕は戦い続ける。お気に入りプリンだ。ほんとだ。まあ魅力的なキャラクターがいるのはもう分かったと思うんですけど。もうさやさん手持ちのプリンなくなっちゃったしね。もう詰め込んできたんだ。かわいそうに。とりあえずですね、どんなゲームなのか、うんうん、まあ、簡単に言えばこれね、ストーリーモードって言ってディスライトの世界観のストーリーを楽しめるモードなんですけど、はい、こちらですね、ちょっとやってみましょう。自分の中のパーティーこうやって5人選ぶわけですよ、うんうんうん、こうやってね、小春ちゃんをリーダーにして、はい、トーシェンも入れて、トーシェンも入れて、さあ始まりましたね、はい、悪そうなやつが前にいますけど。そうなんです。どんな風に戦うかというと、ターン制 RPG です。おー、ターン制、はい、うんうん、3つスキルがあるわけです。はい、それを使って攻撃していくと。お、はい、お、いけ小春ちゃん。こんな感じに相手に対してのこの有利不利の属性もあるんですよね。ここの横見ればわかるんですけど、うん、この黄色の三角が出てるからこれは普通ですよっていうマークなんだけど、うん、緑が出た時は効果抜群。小春ちゃんの属性だとですね、この今の敵に対して抜群なので打ちましょう、うんうん、強気にいけるってわけね。ほら、うわーすごい、こういう感じで演出がめちゃめちゃかっこいい、はい、自分でこうやって選んでプレスのもいいんですけど、うん、ここのボタン、はい、これオートモードです。おお、はい、オートモードにすると、うんうんうん、全然こう AI が勝手にやってくれてなんかいい感じに戦ってくれます。なんかいい感じに、はい、今夜の月は狩りにうってつけだぜっていう感じですね。勝ったー。こんな感じで強化の仕方をちょっとお見せしたいんですが、今この強化の素材がないので、はいはい、アドベンチャーに行きたいと思います。アドベンチャー行くぜ、はい、ウェーブダンジョンに行って素材をかっさらってきますよ。お、強化素材を、はい、こいつですね。トウシェン君の美味しいご飯になっておくれ。貴様ら今日の晩ご飯行くぜ。早い早い。これ今ね、素材が欲しいので僕はもうね、オートプレイでかける3で今爆裂に早く倒そうとしてます。爆裂に早い、はい、強化素材もね、簡単にじゃあ集まっていきますね。はい、ガッポガッポ集めていただいて、はい、トウシェン君のご飯になっていただきましょう。これが僕の正義の味方。サンさんのご飯になっちゃったね。さっき稼いできた、はい、これを使ってレベルアップ。お、めっちゃ上がった。こんな感じですね。レベル21まで一気に上げました。レベルアップ。さあこんな感じで強化をしたので何をしようかと言いますと、
このゲームですね、 PVP あります。どっちがより艶のあるトーシェン君かを見定めるんですか。なんでトーシェン VS トーシェンなんだよ。さあということでですね、今からアリーナといってさや対僕でやっていきたいなと思うんですけど、なんと、まあ、せっかくなんでね、うんうん、そこ行く前にキャラクターをちょっと増やしてみたいなということでやってみましょうか。いわゆるガシャです。はい、これやっぱりね、実際楽しくフロアを沸かすんですよ、こうやって。こい、こい、なんかなんかこい、あ、なんか紫だから良さげではある。おお、あ、町の各地に出没しているよ。来ました来ました。チュイーン。サイジー。おお。バート。バート。あ、ブリンちゃんまた。あ、ブリンちゃんだ。そしてあなたは。どう。あ、ホールちゃんだ。ホールちゃん来た。ホールちゃん来た。めっちゃ小春ちゃんじゃん。小春ちゃんやん。語彙力失っちゃった。え、じゃあちょっとさやさん引きますか。さやさん行きます。チュイーン、キュ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 、いいね、キュ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 。あ、あ、ビデー、あ、ビデー切ったよ。お、誰、え、お姉様やん。グランディスすべてが私の足元にひざまずくでしょ。あなたは誰？紫も出てる。うん、紫も出た。え、待って、めっちゃ出るやん。やばい、強強お姉さん。その子入れるじゃん。入れようかな。入れるか。推し面揃えてきました僕。うわ、ガチだ。え、でも性能うんぬんじゃない。今とりあえずキャラが好きかどうかでいく。え、でももうこっちはね、はい、あのちょっとエモさで戦わせていただくんで。エモさで戦うなんてある、うん、エモさ攻撃力に痴漢して戦うんで。痴漢できねえの。さあではやっていきますか。アリーナ、ゲンさん対私、はい、名前ゲンランド VS サヤピランドですよ、ね、そう、なんかすごいなんか主張が激しい、お互い国作っとるもん。ゲンさんかわいい、はい、ジャンマンめっちゃかわいい、自慢してくる、うん、よし、じゃあ私はこの5人で、はい、相手が選んだ中から、うん、使うんじゃねえぞこれっていう使用禁止、うわ、選べちゃうんですよね。誰にこれ兄弟引き裂くとかも可能。やめて、ちょっとね、ゲンさんのお、そうだ、さっき引いて息をよっと連れてきたのに。めっちゃ可愛いですよって言ってやつを封じてやったぜ。使わせろよ。赤がトーシェン君で青がトーウン君なんで、はい、ごめんなさい、あの双子でこういう喋ってるとこ申し訳ないですけど、あの時間ないんで打ちますよ。あ、やめて、痛い。全然入んない、聞かぬわ。トーシェン君はね、ツゲンさんのこの闇パに強いな。あ、待って、やばい、いけ、いや、ちょっと待って、闇パス、闇パ、これ属性的にさ、不利じゃない。うわ、ゾーラちゃん、ゲンさん好きそうすぎてびっくりさ、でしょ。いぇー、はい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 、はいはいはい、これね、先に1枚落としたらだいぶ有利になるからね。しばけ、しばけー、おらよ、やったー。待って、うちの手法が、手法、おしばけ申したわ。次のターン、うちのターンか、オッケー、待って、やめて、これだったら、あー、倒す、倒されちゃった。で、はい、やめー、あ、くそ、やばい、弟、トーン君をときめきビームで倒す。ときめきビームすな、なに、ときめきビームって、ときめきビームだ。ロランちゃんやめて、はい、やめて、あー、よし、やばい、やばい、よしよしよし、一人ぼっちになっちゃった。はい、ときめきビーム、最後の一人で彼が立ってるのはちょっとエモいね。あー、待って、でもちょっと待って、全然ひっくり返される可能性がある。一人芝子一回、やめてよ、やった、あ、結構いい試合なんじゃない。結構いい勝負になってきた。ごめんね。何、この必殺技マーク、やめろやめろやめろ、マジでやめて、悟空怒らん、強っ、持ってねえけど、もう無理。じゃあね、ゲンさん、渡せていただきます。いや、まだ耐えるよ、んとこしょ、耐えなかった。やったー、負けた、悔しい、普通に、いや、普通に悔しい。もう一回やろう、もう一回やろう、ちょっとチーム変えて、もう一回やろう。え、なんかさっきと違うお姉さんが言う、ちょっと違う感じで、悩む、あの、僕ちょっと勝ちに行くんで、今回。はい、はい、兄弟、はい、兄弟引き裂きました。引き裂かれた。でも兄弟が引き裂かれたことによって、さらなるエモの高まりを感じます。無敵じゃん、もう。かわいい、この子、ジャンマンちゃん、むっちゃかわいいんだよね。ね、じゃあ行きましょう。はいはいはい、やめて、やめて、いいだいいだ、なんか強そう、うわ、はい、このお姉さん強ない。頭と袖と肩あたりだけがでかくて、腰からお尻のラインが出てることめっちゃ好きなんだ。今とんでもないデバフ与えたけど、待って待って、やばない。ゲンさん今あのあれだから、もう体中に今鎖がついてる状態だから、はい、やばい、はい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 、あ、待って、でもジャンマンちゃんもう死ぬ、あなんとですね、シャイニングステージ、うわ、回復するの、はい、まずい、これはまずい、これときめきビームでダウンしない、うそ、ときめきビーム抜群ですよ、やばい、はい、やばい、来てる来てる、エターナルコメ、よし、いただきます、一時の勝利に残されるんじゃない、かっこいい、かっこいい、かっこよすぎる、かっこよすぎる。やった、わー、負けた、リベンジ成功した、
やった、やりましたよ。いや、いい試合でした。いや、そう、こんな感じでね、はい、PVP が個人的には一番好き。うん、楽しい、うん、これが一番盛り上がるね。コンボとかね、もっとこう組み合わせとかがうまくできるんだったら、さらに戦略性が広がるんじゃないでしょうか。確かに。いや、楽しかった。そしてお次です。お次、まあ、見ていたらなんとなく感じる方も多いと思うんですけど、うんうんうん、ディスライト音楽にフォーカスした要素がすごい多くて、だから DJ コンテストっていうのがありまして、はい、いわゆる普通に音ゲーがねできるんですよ。音ゲー、こんな感じでですね、いろんなキャラクターのそれぞれの曲があって、今回ちょっとさやさんにやってもらおうかな。じゃあスタートしますよ。ブリンちゃんの曲でいきますか。ブリンちゃんの曲リボーン、はい、スタート。なに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 、はい、なんかかわいい。え、どうやってやるのこれ。シャカ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 ってやります。スクラッチします。この黄色いところはスクラッチね、うん、あ、そう、それで受け止める、はい、これ頭コチン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 だ。左にスクラッチ。あ、それはね、いいんで、そのままでタップ、スライド。面白い、これ。この子たちがさ、キュッて目するのめっちゃ可愛いんだけど。はい、はい、どうよ。はい、あ、逆です。でもなんかいいね、この直感的、はい、シューン、楽しいよ。楽しい。え、クリアですか。心の闇だったりストーリーに向き合うっていうシーンもこの音楽でできるわけですね。うん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 、はい、お、 S です。 S ですね。やったー、はいはい、面白ー。そう、これ普通に音ゲー入ってんのすごくない。うん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 、でもこれいつでもできるのいいね。さあ、てなわけで盛りだくさん紹介しましたが、ディスライト、うん、ゲームになっております。ご覧ください、こちらはトウシェン君の双子の弟、ね、トウン君です。ちゃんとツインになってるのよ。ツインになってるんだ、デザインが。昔はもう見分けがつかないぐらいそっくりだったけどって話だったらしい。そうなんだ。だいぶじゃあこっちインに寄って、そう、そういうなんか一人一人のキャラストーリーもね、こういうの大好きよね。はいはいはい、こういう読めていくストーリーね。そうそう、推しキャラのストーリー追っていくパターンですね、これ。サービス開始したらさやさんちょっとインストールしちゃうんじゃないですか。しちゃうわ。私絶対自分の端末でもチーム M も結成させていただきます、うん、はい、ということで見ていただきましたディスライトですね、はい、皆さん概要欄からぜひ詳細チェックダウンロードしてみてください。はい、はい、そう、あなたの端末にもチーム M も、あなただけのチーム M も作っていただきたいところですね。いや、もうこの兄弟に限らずもういっぱいいるから、はい、推しの組み合わせを見つけて、いや、もう本当に後ろの方のスクロールバー長いなと思ったあなた、そう、ここからさやさんのキャラ紹介が始まりますからね。やめてやめてやめて、そこはコンパクトにしてください。